2023年の5月30日ですけども、いろいろとなかなか決定が遅れておりましたが、大津さんが起こした裁判、大津さんの請求棄却ということでの判決が来ております。まあ、決定書ですね。でこの後すぐに法務局の方に行きます。まあ、いずれにしてもですね、まあ、大津さんの言ってることはもうちょっともう無茶苦茶なんですよね。だからただ逆に無茶苦茶なことを言う人に対しては、裁判所や、まあ、これから法務局はもう 100% 書き換えをしてくれるんですけども、いわゆる登記簿書き換えをしてくれます。ね、ただこれがですね、今日持っていっても明日月末でですね、明日中に登記簿が上がるかどうかっていう順番ですね。でその後総務省とあとりそな銀行という形でですね、説明していくと、説明をしていくということになりますけども、まあ、いずれにしても、まあ、一番大きなこの裁判の、決定が出たということで、まあ、大津さん側はなんかツイッターでいろいろと書いてますけども、もう全然その大津さんは党の代表をする気が全くないわけですよね。そのような人が党の代表できるわけがなく、まあ、この先ですね、むやみに裁判をまあ長引かせるっていうことをしようとしているようですけども、ちょっとね、僕の中にも当然これまであると呼んでいますので、作戦がありますから、その辺についても皆さんにお話しさせていただきます。いずれにしても裁判書きました。 HKをぶっ壊す。